えー、ロシアの制裁と米国の後継費で FR 引き締め政策により、えー、今円安ですが、総裁は天気利を示し、今後の加速も予測されます。えー、よくスタネーションの解決でばらまきの需業側のケインズ政策が示されます。スタグフレーションのことかな、えー、一体極側の対策として何が面白いのか法人税減税と規制撤廃ぐらいしかないのでしょうかただ差がついた他国との生産力に追いつくのかガファ以上を生み出す品とか日本から損されるためにあと日々悩みつけてます。えー、どうか日本経済を救うためのささなヒントだけでもいただけたら幸いです。 まずその同じようなことを考えている人っていうのが日本中にいっぱいいると思うんですけどまあそもそも今円安で結構きついですよねっていうのが一般の人にも伝わってると思うんですけどただあのインフレさせた方がいいよねで2%ぐらいインフレした方がいいよねっていうのもあって その日銀の黒田総裁とかは2%のインフレっていうのを目指してますと。あの長期金利が上がるのがまずいよねっていうのがあるので、長期金利が上がりそうになると、その日銀がバンバンその国債を買いますっていう状態になって、まあ円がどんどんあの世の中に出回って、で円安になってるから、じゃあ円安になるんだったら外国の株とか外国のドルとかの為替買った方がいいよねっていうのになって、で、それが加速してっていう状態になってるんですけど、本当に経済をちゃんとやってない人たちが円をすりまくればいいじゃんとか、こんなこと すればいいじゃんとかって言ってたりするんですけど、あの基本的には金融政策で日本が良くなるのはもうないと思います。あのまあ元々なかったんですよ。10年前ぐらいに何か日本は円安にした方がいいよね。 って言い出した時代があるんですよ、ね、でその政策によって無理に円安にしたとしても結果として国内の魅力的な商品があるから日本のものを買いますっていうのではなく単に円が安いから買いますってなっちゃうとその円安が落ち着いた時にじゃあ円安に動いてる最中ってアメリカとか円じゃなくてドル側から見るとどんどん価格が下がってるのでお買い得チャンってなるんですけど例えばそのじゃあ1ドル80円の時代から1ドル120円になりましたって言ったらもうなんか50%ぐらい安くなって あからお得じゃんなんだけど、120円になった時にもそっから下がらないんですよ。要はその140円とかにはならないじゃないですか？なので、あじゃあ価格の下がりが止まったよね。ここまでだよね。ってなると。まあとはじゃあその商品っていうのがどれだけ魅力的かどうかっていうところで、まあ別にもうトヨタの自動車いらないよね。ってなっちゃうと買わないよね。っていう話なんですよ。 なんでその円安が動いてる最中っていうのは他の国から見るとおおなんか安くなってるじゃんってなるんですけどじゃあ止まりましたっていうとあとはその商品の魅力がどれぐらいあるかそのトヨタの自動車欲しいですか欲しくないですかっていう話で決まってきちゃうんですよねなので円安にしてもしょうがないよねっていうのがまここ10年間でようやく皆さん気づいたのかなと思うんですけど最近はそのじゃあ,あの円をいっぱいすればいいじゃんって言い出すなんか MMT 派の人リフレ派の人みたいなのがいたんですけどじゃあ円いっぱいすったらどうなるのかっていうのででまあ今の現状そうでその円いっぱいすって でじゃあ円が余ってるから円安になりましたっていう状況でなかなかきついよねっていうのでなのでその金融政策で日本が良くなるっていうのがまずもう幻想だと思うんですよね例えばジンバブエという国の大統領でどんなことしてもいいですって言われたとしてジンバブエドローを配るとかそのジンバブエの金融政策何かやるとか言ってももうどうしようもないんですよ要はその国の産業がきちんと育って海外に物を買ってもらうっていうのをやれない限りはその国って良くならないんですよね なののでその為替とかその金融政策でなんとかなるっていうお手先のところで日本は良くなるんだっていうのがまあ10年20年考えてる人いると思うんですけど残念ながらもう無理ですっていうのが明確になったと思うんですよね。でコメントでで日日銀銀必要ないじゃんんって書かれて書るんですけど日銀はあの その物価の安定とか為替の安定とか市場の安定のために存在しているものであって日本経済を良くするとかっていうのを日銀だけでやるのは無理なんですよ。じゃあ円安が良くないっていうんだったら円高がいいのとかっていうのも頭も悪い反論で。 強制的に円安にしたとしても経済は悪くならないし、もちろん強制的に円高にしても経済は良くならないんですよ。根本的に外国の人が魅力的な欲しい商品を作れるかどうかって話で、例えばあの iPhone って昔その iPhone の6とか7とかの頃って多分1台5、6万円ぐらいで売ってたと思うんですよね。でも今の iPhone13 って1台10万円近くしますと。で、めちゃめちゃ高いんですよ。でも iPhone 一番最新の13はめちゃめちゃ高いんですけど、欲しいですかっていうと10万円でも欲しいですって っていう人がいっぱいいて買うんですよね。まあ日本の場合だと電話料金、その中の、ちょっとあの、なんか上乗せされて、電話料金が高くなる限りに iPhone の本体自体安く買えますみたいなのがあって、実態としてそのなんか十何万円買って iPhone 買ってますって人がそこまで多くないですけど、とはいえ iPhone めっちゃ高いんですけど、めっちゃ高いけど欲しいから買うで逆に言うと、安くても欲しくなかったら買わないなんですよ。だからじゃあ iPhone をその十何万円で買ってる人に、機能としてはそんなに関わらないので、中国製の OPPO の携帯電話でもよくないだって これでもネット見れるし、動画も見れるし、TikTok も見れるよ。で、たった5万円だよ。3分の1の価格だよ。買いませんかっていうと、いらないってなるんですよ。なので、安いから買ってもらえるっていう考え方って、その、 の頃でであればまだいいんですけど日本の場合は発展途上国ではないので円安で安くなったから買ってくださいって言ってもうんででもその商品いいいらななよよねねっていう話なんですよ、ね、あの生活に困ってて食い物代に困ってますって人であればじゃあその中国で安い携帯でアンドロイドで動くやつがいいですってなるんですけどその先進国の人たちが車買うかどうかとかになるともう安いから買うとかじゃなくてエコだから電気自動車にしますとかっていう安かろう悪かろうではなくちゃんとした欲しい,いものを買おうっていう話になっちゃうんですよね。